笑顔の話し方講師太田裕美です。今日のお話のテーマはじゃあこちらです。相手にどんな表情をプレゼントするかをいつも考えるということです。私この間確定申告に行ってきました。確定申告の駐車場結構混んでいました。そこでこう旗を振りながら車を誘導してくれるおじさんに会いました。そのおじさんが誘導してくれたおかげでスムーズに車を止めることができたんです。それで私、車から降りて、これを意識しながらそのおじさんに満面の笑み、笑顔をしっかり作って、おはようございますと声をかけました。ご案内ありがとうございます。申告行ってきます。そして申告をこう書類を出すだけなのですぐ終わったんです。申告を終えて戻ってくるとまたそのおじさんに会いました。ですので私またそこでもこれをちゃんと意識しておじさんにありがとうございました、無事に申告できましたと笑顔で声をかけました。するとそのおじさんちょっと暇だったみたいで私にこんなことを聞いてきたんです。どうだった、税金戻ってくるって。私ちょっとだけ源泉税の戻りがあるので、はい、嬉しいことに源泉税の戻りがちょっとだけあるんですって言ったんです。するとそのおじさんは、そうか、いいな、俺はちょっと働いてるだけなんだけど結構税金納めるんだよねってこんな風におっしゃったんです。そこで私またこれを意識しながら笑顔で、でもそれって税金を納めるっていうことは仕事があって働けて社会貢献ができるっていうことだから素晴らしいじゃないですかってこんな風に言ったんです。するとそのおじさんもにっこり笑顔を見せてくれて、そうだよな、しっかり働けてるってことだもんな、いいことなんだよなってそんな風におっしゃってくれました。なんか心が爽やかになりました。こうして相手のことを考えてどんな表情をプレゼントしようかなって思っていると、相手からも笑顔のプレゼントがもらえるなってそんな風に感じた出来事でした。これからもこのどんな表情をプレゼントするか、これを考えながら毎日を過ごしていくとますますハッピーになれる、そんな気がします。今日のお話は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。笑顔の話し方講師太田裕美の YouTube チャンネル、これからも皆さんのお役に立てる情報をいっぱい配信していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。